ニューホライズン中学英語1年ユニット9ストーリー1文法編です。オンライン英語塾など様々な取り組みをしております。概要欄をチェックしてください。不定詞 to プラス動詞の原型名詞的用法何々すること以前学習された want to 動詞の原型で何々したい Want to be 何何々、何々になりたい。覚えておられるでしょうかこの文型を今回は深く学習していきます。I like to study.I like で私は好きですという意味ですね。to study の部分が今回のポイントです。to プラス動詞の原型で何々することという意味となります。study は勉強するという意味の動詞ですので to study で勉強することという意味となります。 私は勉強することが好きですという訳となります。右を見てください。like to 動詞の原形で何々することが好きと覚えていただいてもいいと思います。私は学校へ行きたいです。右を見てください。want to 動詞の原形で何々したいという文型です。行くことがしたいと考えていただいた方が分かりやすいと思います。このようになります。I want to go to school. I 私は「want」と何々したいということですね。to go で「行くこと」と訳してみてください。行くことをしたいですので「行きたい」というね日本語と考えてみてください。to school 学校へとなりますのでこのような英語となります。彼は寿司を食べたいです。食べることをしたいと考えてくださいね。ここもね「want」to を使ってみてください。注意点があります。主語が「彼」は「he」になりますので注意点が必要ですね。 このようになります。He wants。主語が he ですので、want の後ろに s をつけてくださいね。三人称単数の s ですね。He wants で彼はしたい。To eat。食べることをしたいという形になりますね。To eat s u s ですので、寿司を食べることをしたいと考えてみてください。私は英語を話そうとしています。右を見てください。try というのは何々しようとするという意味の動詞です。 try to 動詞の原型で何々しようとするという意味となります I try to speak English I 私は try しようとする to speak の部分に注意してください to plus 動詞の原型で何々することという意味となりますので speak は話すという意味の動詞ですので to speak で話すことという意味となります to speak English で英語を話すことをしようとするということですので 私は英語を話そうとしていますという役となります。彼は踊ろうとし,しています。よろしいでしょうか。こちらもね、try to を使ってみてください。注意点があります。主語が he となっていますのでよろしいでしょうか。he tries to dance。try よろしいでしょうか。ね、えー、he、主語が he、ね、三人称単数ですので、try の後ろに s のつく形となっていますね。 上のトライを見てみてください。y の前がシンジ、r ですので、i u う o 以外ですね。シンジプラス y の場合には、y を I に変えて es がつきますね。he tries to dance。to dance で踊ることという意味となりますので、彼は踊ろうとしています。このようになりますね。彼女は勉強する必要があります。右を見てください。 need というのは、〜何々する必要があるという意味の動詞ですので、need to〜何々で〜何々する必要があると覚えてみてください。このようになります。she needs to study.she 彼女は、主語が she 彼女はですので、need 動詞の後ろに s がついていますね。彼女は必要がある。〜何々する必要がある。to study 勉強することを ま、勉強することの必要があるということですので、勉強する必要がありますと訳してみてください。彼女は先生です。she is a teacher. よろしいでしょうか彼女は先生になりたいです。右を見てください。want to be で、〜何々になりたいという意味になります。え必ず覚えてください。she wants to be a teacher。主語が she ね、彼女、IU 以外の一人の人ですので、動詞の後ろに S がついて,つい,ていますね。She wants、ね。彼女はしたいということですね。次、To B e の形よろしいでしょうか。ね、えっ、ー、と、Is が B に変わっていると考えてみてください。To の後ろの動詞は原型となりますね。えー、上の Is や am、a r e の原型は B となります。ですので、B 動詞と呼ばれています。ね えー、want to be で、ねあのー、何々になりたいと覚えていただいてもいいんですけども to b e で何々になることという、ね、意味になりますね A teacher。先生という状態になることをしたいということから彼女は先生になりたいですという意味となります。練習問題です。一時停止ボタンを押してご自身で英語を考えてください。括弧に入る語こちらもご自身で考えてください。 それでは答えを見ていきましょう。1番、私はサッカーを練習したいです。練習することをしたいと考えてみてください。私は愛ですね。したいということですので、want ですね。練習することよろしいでしょうか ?to practice, to practice this で、to practice で練習することをしたいという形になりますね。I want to practice サッカー。このようになります。2番、彼は先生になりたいです。主語が非ですので、 なることをしたいと考えてみてくださいね。he wants.s を忘れずにつけるようにしてください。次は to be a teacher.to の後ろの動詞は原型となりますのでね、彼は先生ですという場合には he is a teacher ですよね。is の原型は be ということですので he wants to be a teacher このようになります。3番太郎はゲームをしようとしています。try を使ってみてください。太郎 よろしいでしょうか。トライズとなりますね。タロウ。ね。IU 以外の一人の人。三人称単数ですので、動詞の後ろに S がつきますが、トライの場合には Y が I に変わって ES がつきますね。ゲームをすることをしようとしている。すること。ゲームをすることですので、p l a プレイゲーム。このようになります。4番。あなたは毎日英語を勉強する必要があります。need を使ってください。you need 必要がある。 勉強することの必要があるということですので To study English 毎日ですので Everyday このようになります Thank you for watching 単語練習本文解説動画など皆様の学習のお役に立てる動画を準備しております概要欄をチェックしてください不登校でお困りの方へ概要欄をチェックしてくださいニューホライズン教科書を利用したオンライン英語塾を実施しております 私自身これまで会員の方ととても楽しくレッスンをさせていただいております。無料体験を実施しております。概要欄をチェックしてください。See you next time. you bye bye.